休憩前に引き続き会議を開きます。山本健二君の一般質問を許します。山本健二君すごい人気だな。山本健二です。よろしくお願いします。1、職員のタイムカードを上司が操作していないか。2、時間が空いている職員が使えるパソコンソフトを増やすことで残業時間は減らないか。3、体育館、公民館などの施設料金を上げて修繕費などに充てられないか。4、公衆トイレの管理設置箇所は適当か。5、介護者の相談窓口の数は適当か。6、市が主催して市民を対象に草刈り機、チェーンソーなどの技能講習、特別教育ができないか。以上、よろしくお願いします。山本健二君の一般質問に対する答弁を許します。渡辺市長。それでは山本議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず職員のタイムカードと残業時間の問題、これは総務部長からご説明をさせます。体育館、公民館等の施設使用料金でございますが、これも教育委員会からご説明をさせます。続きまして、公衆トイレの管理および設置箇所数でございます。公衆トイレについては市内に85箇所を設置しております。公園などそれぞれの利用目的に合わせて事業者および地元に清掃などの業務委託を行い、適切な管理に努めているところでございます。続きまして介護者の相談窓口数についてでございます。高齢者介護者の相談機関としては国の基準に基づき4県域に基幹的な役割を担う地域包括支援センターを設置しております。また市内は広域であるため4つの地域包括支援センターと連携した広域相談窓口ブランチを5カ所、在宅看護支援センターを4カ所設置しており、相談窓口機能としては島内の適切な位置に配置していると考えております。続いて市民を対象にしたチェーンソー等の技能講習特別教育を市ができないかというご質問でございますが、こういう機器使用につきましては、さまざまな形でですね、関係機関や団体が、実施をしておるところでございます。そういう機会ではきちっとできますので、そういう機会で、実施していただければというふうに考えておりますので、市が単独にこういう講習を行うということは現在考えておりません。以上でございます。柴田教育長。体育館、公民館等の施設使用料金についてご説明いたします。使用料につきましては運営費の全部を市民からいただくという形態で値段を決めているわけではございません。将来的な人口減少も踏まえながら、施設をどういうふうにしていくかを考えていきたいとそう思います。なお市民の要望や他市町村の状況等を踏まえ、市民の皆様へ負担をお願いすることについては、しっかりと公平性を担保した上でお願いすべき案件とそのように考えております。中川総務部長。それでは職員のタイムカード、それから残業時間についてご説明を申し上げます。12月定例会におきまして、タイムカードを上司が操作しているのではないかというご質問をいただきました。関係各所を調査をしましたが、そのような事実は確認できませんでした。
また残業時間を減らす取り組みという形の中でパソコンおよびソフトを増やしてはどうかというようなご提案でございます。マイナンバーカードの専用システムでありますとか、そういった専用的なものにつきましては必要な人員やシステムの配置を効率的に業務が行えるように考え配置をしております。システムやパソコンを増やすことで新たな経費も必要となりますので、費用対効果の観点からも現在のような形で設置をしているのが現状でございます。山本健二君。それじゃあ一番からお願いします。上司が操作していないかというのは調査したら誰もおらんかったという返答ですが、なんていうんだ、議員から質問の時に言われたのを長谷さんも聞いとると思うけども、俺に聞いたのんじゃこれは誰かやっとるなということな思ったんだけども、それを調査したらおらんつんだけども議員にも聞いてみましたか、質問した議員に。中川総務部長。はい、どのようなところでありますかというところで確認はさせていただきましたが、詳細までは聞いておりません。山本健二君。まあ議事録ここがあるんだけども、自分がまだ働いているのにもかかわらず上司の方がその上司の方がその働いている方のタイムカードを勝手に押して、その人は残って残業をしているということが何回もあったという、こういう言うとるんですが、これを俺聞くとやっとる者がおるとだし何とかしてくれというのを言うとると思ってるんだが、これをどういうことなんだ、誰かが嘘を言うとるんだかな、これ。中川総務部長。ご説明申し上げます。誰かが嘘を言ってるかどうかというのは私分かりませんけども、タイムカードということでありましたので、タイムカードを使用しておるところで調査をしたところ、そのような事実は確認はされませんでした。山本健二君。まあこれ以上言うと誰にやったっつうの分かるし、これで終わりますって言うとるけも、これが月に数回の範囲ではなく週に 2,3 回って言うとるんだの、結構多い数でやられとるって言うとるんだが、こんなもの出てこんっつうのはおかしいなねえかと俺はそう思っとるんだが、どういなな。暫時休憩します。総務部長もう一回答えますか。
中川総務部長。はい、職員が使える制度としますと内部通報という制度がございますので、もしそのようなことがあればそういった形で通報いただくことになっております。そういった通報もいただいておりませんし、繰り返し申し上げますが調査をした結果そのような事実は確認できませんでした。山本健二君。その内部通告するものは職員さんがどこへどういうふうにして言うんですか。中川総務部長。総務部総務課の人事の方に、誰かが通報したというわからないような形の中でできる形をとっております。山本健二君。分からんようにというのは電話でも何つうんだっけ、今電話番号出るようになったし分かるし、面と向こうでいいか分かるし、どのようなことを想定しとんだい。中川総務部長。すいません、説明が悪くて申し訳ございません。書面で出していただきます。で出していただいたものにつきましては部外秘という形で、通報をいただいた方は当然分かりますけれども部外秘という形で、守秘義務の中で他には漏らさない形で対応しております。山本健二君。そういうしてやってもいいっていうなんかそういうふうに、なんていうんですか、不正っていうなんかあったときはそういうふうにしなさいっていうのは全職員に言い渡してあるんですか。中川総務部長。ご説明申し上げます。制度ができたときに周知は当然しておりますし、こういったことがあるというものは研修の中でもこういった形があるということを説明をしております。山本健二君。こういうのを、なんつうんだ、聞いたらずっとやっぱり気持ちはいいもんだね、好きにはただ噂のことではねえて、こういうことはもう二度とねえようにしてもらいたいと思います。次、時間が空いている職員が使えるパソコンソフトを増やし、残業時間が減らないか、これはパソコンとかソフトの方が経費にかかってダメということを言うとるんですかの。すいません、パソコンを増やしたりソフトを増やしただけで残業時間は減らないもんなんですか。中川総務部長。ご説明申し上げます。パソコンシステムの数、それから残業をするしない時間のことについては全く関係はないとは言えませんけども、連動しておるものでは全然ございません。必要な形の中でシステムの数というものは決定をして効率を上げていくという形でやっておりますので、それが決してその数が時間外に連動するものではないと考えております。山本健二君。なんでこの質問つうか出したかつうと、ナンバーズカードの申請自分もしたんだけども、ちょっと苦しみもあらんで申し訳ねえですが、申請したときに、
なんだっけ、パソコンとソフトとあるとアイドル人に手伝ってもらえるんだけもなって聞いたもんし、ちっとでも残業減ればなと思って、書きました。その辺どうですかね。中川総務部長。はい、マイナンバーカード、先月末ぐらいにかなり駆け込みの手続きがあって、多くの方が手続きに来られたことは分かっておりますけれども、その中でもパソコンとシステムの数を増やしてもそれを使える当然、人もいるわけですし、また一時そういった多くの形の中で、考えられたところから全体を考えると効率的な配置数というところで今現在の台数を設置しております。山本健二君。政府の方も駆け込みっていうんだか最後の方になって集中されたもんすけ、期間も延ばすし人員もまた後から増やすというようなことを言うとんですけども、市はどうなんですか、市の状態っていうんだか。中川総務部長。はい、市の対応としましては2月末までというのはそのポイントを付与するのは2月までということでございまして、引き続き3月においても申請の方は受け付けておりますので、それを延長するとかそういったところではございません。山本健二君。その担当になった方が何て言うんですか、残業が増えるんじゃねえかと思って俺は思ったんだけども、中川さん総務部長いうのはソフトを増やしても使えるもんがおらんからその人の残業は減らすことはできんということですけ。中川総務部長。ご説明申し上げます。マイナンバーの発行だけが業務ではございませんので、そのこと自体だけで残業が増えるかどうかというところはパソコンの設置台数とは関係ないというところでございます。山本健二君。どうもすいませんでした。それで次、体育館公民館使用料を上げて修繕費に充てられないかつうので、聞きたいと思います。なんでこれをつけたかつうと、玉切れたし、玉を入れ替えてくれつか付け替えてくれ、ワックスに脱地下になったし床ワックスかけてくれって言うと必ず予算がねえとかいう言葉で、来るすけ、使うとるもんにもうちょっと税をもろうて、そういうのに回して、そういうことねえようにしたらどうだと思って、質問しました。いかがでしょうか。磯部教育次長。はい、ご説明いたします。多分そのタイミングもあろうかと思います。予算の中で、執行というものができますので歳出の方は、その時たまたま予算が不足しとるということもあったのかもしれませんので一概に、言えないことかとは思います。それからそういったものをその歳出の必要額をずれてその歳入で賄おうとすると今の金額の桁違いの話になってしまいます。そうするとそれを値段を上げたら果たして皆さんが利用していただけるかというところもございますのでそういったところは慎重に判断していきたいと思っております。
山本健二君。あんまりタコをすると使う人がおらんつうのんでちょっと聞きてんですけども、使用料っていうのは大体、体育館用のところでおいくらなんですか。磯部教育次長。はい、ご説明いたします。個人で利用される場合、それから団体さんで、コート1面、お借りする場合とパターンございます。個人の場合ですと佐渡市の場合100円、それから団体様が、1面というところの場合は600円、いただいております。山本健二君。今教えてもらった個人だと100円、これを俺は500円ぐらいにしても使ってくれるもんおると思うけども、そういうわけにはいかんのですかね。それから多少その料金というのはどうなったんですか。磯部教育次長。ご説明いたします。佐渡市の財政のことも心配しながら考えていただいているものと思います。500円というところは今お話もございました。他市の状況を見ますと、500円までは最高はいってないようです。一番大きいところで310円というところございます。金額には、結構幅が市町村ごとに幅があるということでございます。山本健二君。自分が資料要求であれしたもろたのをやりますと、電気料を何つうんだ使うた人で、割り返していくと、98円ぐらいもらうと電気料は何つうんだ足りるようになっていいかと思うんですけども、だしあと、100円としてあと何つうんだっけ400円は今度は保管法にも今度は修繕費を飲んで使えるし、今度は雨漏りとか何とかあったような時にも対応できる金額に十分になると思うし、やってみたらどうだかと思うんですけども、どうでしょうか。磯部教育次長。はい、ご説明いたします。今ほど私ども資料を出したのが電気料だけでございます。実際に、施設運営していく中ではそれ以外の経費さまざまございます。やはりそれらをまで考えたら今の金額では追いつかないと思います。山本健二君。ということはもっともっと料金上げんと維持はしていけんということになるんですか。磯部教育次長。はい、ご説明いたします。民であればかかる経費すべてに対して、それをペイするという考えがございましょうが、今公共でございます。その中にはある程度目的というものがございますので、そちらを利用していただけることで市民皆さんが健康維持増進図れるといったところ、そういう金額に表せない効果もございますので、そういったものも含めながら料金の方は考えていきたいと思っています。山本健二君。ということは今度は玉書いてくれらのあれしたら早急にやってもらえるということを言うとんですか。磯部教育次長。はい、ご説明いたします。最初にお話ししましたように、予算残額がないと執行はできませんので、そのタイミングによって、できるできない判断されるかと思いますので、予算があれば対応はしていきたいと思っております。
山本健二君。こんなしっかりと予算を取って、タマン切れた時ぐらいすぐ帰れる予算を取る、どうですか。磯部教育次長。はい、ご説明いたします。やれるだけやりたいと思いますが、例えば体育館の照明ともなりますと高所にございます。足場を組んだりそういったものも必要になってきますので、一つ切れたらすぐにやるとかそういったことはなかなか現実的ではないかと思います。その辺は支障のない範囲で対応の方はさせていただきたいと思っております。山本健二君。高いところついとるのは分かるけども、ワイヤーで降りてくるのも最近ついとる。足場組まんなんとこばっかりだね。これだけは言うときたいです。それで、なるべく言われたらすぐやれるようにそれだけの予算を確保しておいてください。次、トイレ、これについてお伺いしたいです。トイレの管理はどのようにしてやっとるんだ、これをお願いします。トイレ観光か、岩崎観光振興部長。ご説明いたします。公衆トイレの関係でございます。先ほど市長の方で、85箇所というふうに答弁のございましたが、観光課の所管は22箇所でございます。そのうち地元の集落等に管理の委託をしているところが9箇所、そして清掃業者であるとか委託しているところが13箇所というところで、清掃であるとかの管理委託という形で観光振興部の所管トイレはお願いしている状況でございます。山本健二君。もう自分のあれの時も世界遺産なんで、金の道のところで、なんだバイオのでやるトイレつけてつって言うておったんですけども、そういうして箇所、トイレ箇所はこうどん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 増やしていく計画であるんだけあるんですか。岩崎観光振興部長。ご説明いたします。トイレにつきましては、今年度、臨時的な形で、イコモス対応の関係で、観光振興部、世界遺産課の方で、臨時的なトイレの設置ということで予算の計上はして、させていただきましたが、結果的に、イコモス審査の方が伸びましたので、今年度は設置に行ってありませんでした。その他公衆トイレにつきましては今後、どこかに設置するというような予定は特に組んではおりません。以上でございます。山本健二君。いつもつうか、なんつんだ、こう外回り、佐渡の外回りしたりするとトイレの数設置数少ねえとかいうような耳にするんですが、ああいうとこにもほらバイオマスだからでできるような仮設トイレようなの設置してやるといいと思うんですが、市じゃねえて県のんだか。県のだったら県に要望してもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。渡辺市長。はい、トイレについては今一番長いところでも約車で1時間ちょっとぐらいです。公衆トイレがあるかないかというと、で今佐渡の課題はトイレがあるなしじゃなくて、そのトイレのある場所が、観光のお客さんがよく伝わっていないということだというふうに私は考えております。車で1時間の範囲、本土へ行けばいくらでもトイレがないところあるわけでございます。ですからどこにトイレがありますっていう、そういうアプリ等も含めた中でですね、観光のお客様に伝えていく、そういうことを私の方で指示をしているところでございます。でなお
公衆トイレ外側に作るような公衆トイレは状況によっては1億かかるようなケースもございます。非常にコストがかかるものでございますので、今あるものが稼働率が低い、冬場閉めてある、そういう点で有効的に利用できない、そこをしっかりと解除することによって十分な対応ができると考えております。山本健二君。市長に言ってくれたように竹のは本当多幸で取ってもらうね、一箇所にそのお金かかるならつけられないですけど、もっと安いのでつけれるようだったら、つけれるとこあるようだったらつけてもらいたいし、それから今あるのをそのアプリだからその地図のとこにこうトイレにこう出して、アピールするつんだか、もっと積極的にやってもらいたいと思います。次、介護者の相談窓口の数は適当か。これなんでつけたかというと、小木町で残念なことがあったもんでこの質問をしました。それに、まあ、設置、相談窓口の数は適当だか、これをまず教えてください。自分そう勉強したもんし、ようわからんし、丁寧にお願いします。吉川社会福祉部長。ご説明いたします。窓口としましては、まず包括地域包括支援センターを4つ設置しております。でその地域包括支援センターの、支所と支所機能になりますブランチというものを5箇所、その他に在宅介護支援センターを4箇所設置、しておりますので、島内の、配置状況としては適切な配置になっているというふうに考えております。山本健二君。ちょっと教えてもらいたいんですけれども、こういうああいう時にはどこへ相談に行くんつうんだか、把握しとるんだかつうんだか、ああいう人たちに佐渡には何家族ぐらいおるんだか、そういうのは抑えとるんですか。吉川社会福祉部長。はい、ご説明いたします。ああいう、事案のあ失礼いたしました。今ご質問の事案につきましては、私ども把握の方はできておりません。やはり全ての世帯で、を把握することは困難でございますので、やはりご本人ご家族からのまずは相談、あと地域民生委員さんからの、連絡、そういうところで把握しながらですね、対応しているところでございます。山本健二君。お年寄りの方で初めに、介護しとった人が亡くなって、それで次々とこう年寄りの方が亡くなったっていうんですけども、俺と同じように50代でなんですわ。そうすると俺も一人もちっと心配になって聞いとるんだけども、どこをどうして把握しとらんっていうのが俺分からんのですけども、なんとか把握できるようにできないもんですか。吉川社会福祉部長、丁寧に説明してやって。はい、ご説明いたします。やはり今回 のケースでございますが、50代と、報道によりますと50代80代90代というような、年齢構成だったようですが、やはり50代の、若い世代の方が、一緒に住まれている、でそこに何か、支援が必要な状態かっていうのは、やはりただ単にそういう世帯状況だけでは行政として、支援が必要かというところはやっぱり判断できません。で高齢者のみ世帯のようなところにつきましては3年に1回ぐらいですね、調査員が回りまして実態調査というのは実施しながら、そこでお困りごとがありますかというような調査の方は実施しておりますが、やはり若い世代の同居がいる世帯についての、状況把握がやはり非常に難しいというふうに考えております。
山本健二君。俺にちょっと考えてみたんですけども、ひまわりネットらかつあのお薬のネットとかああいうのあるんですよ。それでああいうのでネタクリラは何だっつうと、あの栄養取るのにとか特殊なんだ、あ薬っつうんだか、ああいうの点滴で取っとるかもわからん。そういうのをこう拾い出していくと分かるかと思うとし、それから寝たきりもんだと大変もんし、ベッドをこう何て言うんだろう、動くように特殊ベッド用のしたりなんかするもんし、そんなのでは分からんのだか、その辺はどうなんですかね。吉川社会福祉部長。ご説明します。今ほど言われたような情報は個人の情報でございます。その個人の情報をその目的外で私ども勝手に利用することできませんし、やはりご本人の同意があった情報で私どもは動いていくというような流れになっております。山本健二君。その個人っつうのがあれだけど、俺も親父におって、親父がいいやつとダメらっつってケアマネージャーだからも来てもらえんようになるんですよね。俺いくら来てくれ来てくれって言っても本人がでいいやつもどうするっつって言われるんだ。そういう時はどういう対応するんですか。吉川社会福祉部長。その当時 の状況を私把握しておりませんのでなかなかお答えにくいんですが、やはりサービスが必要であればサービスにつなげるということになりますし、やはり ご家族の中でも、サービスにつながるように、一緒に動いていただきたいと思います。山本健二君。まあしっかりと何つうんだ、情報を集めれるのは情報を集めてもろって、こういうことねえようにみんなで相談する場所もあるんだすけん、そういうところで出しようって、なるべくこういうことねえようによろしくお願いします。次、市が主催して草刈りチェーンソーなどの教育をしてもらえんかというので聞きたいです。こういうのを市長が言うとると他の団体もやっとるつって言うてくれたんですが、他の団体もやってくれとるんですが、新潟までそれこそ行ってやったり、島内で案外開催していただいたらなんですわ。それもし、こういう質問を出したんですが、やっぱり、いけない、できないでしょうか。党内でこういうのを開催は佐渡が温度を取って、佐渡市が温度を取って実施していただけませんか。中川総務部長。はい、ご説明申し上げます。佐渡市が音頭を取ってということでございますが、市長の方も申し上げたとおり、それぞれの目的の中で、林業関係者でありますとか、それから木材工業とかそういったところの中で、講習会の方は確かにやっておりますし、最近ではないのかもしれませんけども、数年前には佐渡市を会場にしてそういった講習もありましたので、開催することは可能かとは思います。ただ市が主催でというのは今までも実施したことがないので、そういった今まで実施しておるところの団体の方がそういった働きかけをして佐渡会場でということもそれは可能になるかとは思います。山本健二君。このまた自分が悪いんですけども、書き方悪って誤解っていうかあれなんですけども、費用を出してくれっつうんだねって、こう何て言うんですか、場所を提供してもろて、それ10人ぐらい集まると向こうから講師さんが来てくれる。費用はその講習費用は受ける人が負担する。そうすると向こう行って泊まらんでもいい船賃と
旅費が浮くし浮きやすいかと思って、思って書きました。そういうのでやっていただくわけにはいかんでしょうか。中川総務部長。はい、ご説明申し上げます。繰り返しになりますけども、市がそういったことをするというのではなくて、そういった関係事業者の方がそういった取り組み、講習もしておりますので、そういったところが働きかけをするということでいいかと思います。まあ、市の方からそういった意見があるので、ぜひとも佐渡会場でできないのかという、こちらの働きかけはできるかとは思いますけども。場所を貸してはい、講習の場所というものにつきましては佐渡市の公共施設で必要があれば可能かとは思います。山本健二君。どうもすいません、言い方悪くてどうもすいません。場所は貸してくれるというのは分かったんですけども、何日にチェーンソーの講習をやりますというのをこうお知らせを出してもらって、それで集めてもろてするようなのはやっていただけませんか。回覧板のところにこう何月何日チェーンソーの講習会やるし、何人最低でも10人集まらんとできんけもっつって書いたりしてこうチラシを出すっていうことはできないんでしょうか。渡辺市長。市役所の文書配布広報の記載の基準は公正性といいますか公に必要かどうかということになりますので、それはケースバイケースだと思います。例えば林業振興のために森林組合が主催して行うということであれば載せれるかもしれません。それは一個一個のケースになりますので、市役所のにご相談いただければというふうに思います。山本健二君。森林組合でチェーンソーの講習はやっとるつんだけど、俺も電話して聞いたらこれ柴田会場なんですわ。佐渡ではもうほとんどやらんつった。電話聞いたら、電話で問い合わせしたら佐渡じゃ主催しませんと、そう言ったもんし、こういうそれでこんな倒木ら草刈りらつの市民の皆様にやってもらいたいと思って、ちっとでも講習受けて安全にやってもらいたいと、そう思って提案しました。いかがですか。渡辺市長。いずれにしろ講師がいてですね、必要性があるかどうかというところが重要になります。まあ我々のところに今そういう要望が来ているわけでもないですし、森林組合ができないわけでもないです。例えば草刈り機であれば農協もできるかもしれないですし、チェーンソーも農協もできるかもしれない、そういうこともありますので、ご提言として、そういう方が本当に多くご希望される方ですね、それがいらっしゃるのかどうか、ご希望される方がいらっしゃれば佐渡会場で完全にできるわけでございますので、それでも踏まえながらですね、民間の方でできることをしっかりと応援していくという形はあり得ると思いますので、また民間の方と議論をしていくということになると思います。山本健二君。農林水産部長にお願いがあります。ちょっと農協とかそういう団体と相談してみてもらえませんか。本間農林水産部長。はい、今ほど市長の答弁にもございますけれども、そういった要望が多くあるようであれば、林業団体の集まりもございますので、そういったところで吸い上げて、実施するなり、農協についてもそういったことは考えられると思いますので、そういった要望は関心聞き耳を立てて、いきたいと思います。すいません。山本健二君。大勢おるオランダねて、しっかりやってください。いかがですか。本間農林水産部長。はい、1人2人のためにやるということはなかなか難しいと思いますので、それなりの人数が集まった場合にいい考えだと思います。山本健二君。よろしくお願いします。
以上で自分の一般質問を終わります。ありがとうございました。以上で山本健二君の一般質問は終わりました。